こんにちは。7つの習慣、夜の部の主催を務める白岩と申します。公認会計士税理士で資格を持っておりまして、会計事務所の代表を11年ぐらい勤めております。それ以外には、イベントを開催するのが好きで、静岡や、オンラインを中心に、過去11年で1100回とか1200回、それ以上かもしれないんですけども、イベントを開催してきました。イベントを通じて、人と人を結びつけるのが好きで、そこで何か新しいものが生まれないかなと。持ってライフワークとしてさせていただいております。で、今回は、7つの習慣の読書会、こちらの漫画を使った、読書会を静岡で立ち上げようかなと思ってます。で、特に時間帯夜ですね、平日夜、金曜の夜を考えてますけども、夜、会社勤めの方が参加しやすいんじゃないかなと思って、一回やってみようと思っています。で、7つの習慣って、もともとは本、こういう分厚い本があって、すごくいい本だと思うんですけども、なかなか、読み切れない。熱くて途中で挫折しちゃう。私もそうですけども、挫折して読み切れない。で、読み切れないので、その教えが、インプットできないっていうのがあるんですが、この漫画だととても読みやすいですし、可愛らしいキャラクターがいらっしゃって、わかりみが深いという、学びが多いので、これをテーマに行おうと思います。特に、週末の夜、金曜日の夜にやろうと思っていて、お仕事帰りにちょっと集まって勉強する。で、いい週末を迎える。で、勉強会ではそこに集まる。やっぱり意識が高い方が集まってますのでね。そこでいろんな学びとか情報交換。その中でみんなで高め合っていく場を作っていきたいなと思っております。ですので、ご都合の方はぜひご参加ください。静岡の街中で行うつもりなので、静岡周辺の方は参加いただきたい、しやすいかなと思っています。以上です。ありがとうございました。